イオングループイオングループの商業ブランドイオンモールイオンモールはイオングループが運営するモール型ショッピングセンター及び大型ショッピングセンターのブランド名であるキャッチコピーはハピネスモールを目指してなお本記事ではその主な担い手企業であるイオンモール株式会社についても記述する従前イオングループが展開していた大規模ショッピングセンターについては 施設の運営やその時代背景により、イオン、ショッピングセンター、ジャスコシティなどのシティ、ダイヤモンドシティ、アイモールなどのモール等の業態で展開し、モール型 SC、総合スーパー型 SC、ネイバーフッド型 SC に至るまで同一のブランド名を名乗っていた。他にも一部のネイバーフッド型ショッピングセンターでは、イオンタウン、イオンスーパーセンターなどの名称を名乗り、 携帯別での差別化を図る場合もあったことから種別で統一されていなかった。2007年8月に行われたイオンモールとダイヤモンドシティの合併で両社の SC 名をイオンモールに統一。さらに2011年度からはイオンリテールが運営するイオン SC のうちモール型のものに関しては季節セール企画を統一化するなどの対応を行ってきた。 2011年9月には、ロックタウンがイオンタウンに社名変更するとともに、ネイバーフッド型 SC の店舗ブランドもイオンタウンへ統一。2011年11月21日には、イオンリテールなどが運営するモール型 SC がイオンモールに統一され、店舗ブランド名で SC の機能を区別することを可能とした。 2012年9月21日、イオンリテールのモール型 SC 新規開発事業が、イオンモールに統合され、今後イオングループのモール型 SC 開発は、イオン北海道、イオン九州、イオン琉球、イオンタウンとイオンモールが担当することになる。また、2013年11月1日には、イオンリテール運営の、イオンモール、大型規模の、 イオン SC の計69カ所の管理、運営がイオンモールに移管、ディベロッパー機能を統合した。2015年4月には、開業当初、マイカルタウンとして営業をしていた一部のイオン SC も、改装のタイミングでイオンモールとなり、イオンクワナショッピングセンターは2015年4月17日付で、イオンモールクワナに、イオン茨城ショッピングセンターは、 同年4月29日付で、イオンモール茨城に順次名称変更された。イオンモール株式会社は、ショッピングセンター事業を展開、運営する企業。商業ディベロッパーとしては、日本屈指の規模である。コーポレートメッセージは、人も、街も、キラキラ。イオン等の総合スーパーを各店舗とし、サブカクとして、家電、スポーツ等の大型専門店。 百貨店を配置100店以上の専門店モールで、両角を結ぶリージョナル型のモール型、ショッピングセンターを得意としている。シネマコンプレックスも、積極的に導入。敷地面積10万平方メートル以上、商業施設面積6万平方メートル以上、駐車台数3500台以上をプロトタイプとし、郊外、巡郊外を中心に展開している。 イオン株式会社や旧ダイヤモンドシティとの関連で、三菱商事や不動産投資信託を行う日本、リテールファンド投資法人などの三菱グループとの提携を継続しており、海外進出戦略を含め、両グループの共同で一部のショッピングセンターを開発、運営している。プロパティマネジメントも手掛けており、2009年に JR 東日本からペルチ土浦の運営を 受託、2010年に、京都駅南西の4モール京都の運営を、受託、2015年に、甲府市中心部にある、ここりの運営を受託するなど、得意としている、郊外、純郊外型商業施設のみならず駅ビルや、都心型商業施設の運営も手がけている。ショッピングセンター開発では、同じイオングループ内に総合スーパーや、大型モールを開発する、 イオンリテールやネイバーフッド型の4タウンがあるが、特に住み分けはなく、グループ内で顧客や用地の取り合いになることもある。また、西日本では平和堂の展開する、アルプラザ、泉の展開する、夢、タウン、富士の展開する、富士グランやパルティ富士、ユニーの展開するモール型ショッピングセンター、伊東洋華堂、 三井物産連合の展開するアリオなどとの競争も激化している。ショッピングセンターを建設すると人が集まる上消費が伸び、周囲の地価も上がるため、税収増や町の活性化のために誘致されるケースもある。他方で周辺市町村や商店街からは町の衰退が起こる、周辺道路の渋滞が発生する等として反対されるケースが多い。 福島県伊達市への建設計画では、伊達市が誘致し、福島市など周辺自治体が反対を表明している。同社の展開するショッピングセンターには、もともと、イオン、ショッピングセンターと名乗っていたものと、それ以外の名称のショッピングセンターとがあったが、2007年9月22日、京都ファミリー、奈良、ファミリー、 大津ショッピングプラザを除くすべての施設の名称がイオンモールに変更された。あとにイオンリテールが管理、運営するモール型ショッピングセンターもイオンモールに変更され、2013年11月には管理、運営主体もイオンモールに移管された。2021年9月時点でのモールを呼び、店舗数は日本国内では北海道に東北16、関東38、 中部28、近畿41、中国、四国16、九州、沖縄14の、計155。海外では、中国23、ベトナム7、カンボジア3、インドネシア6の、計39となる。このうち、神奈川県の横浜ワールドポーターズ、愛知県のモゾワンダーシティ、兵庫県の神戸ハーバーランド海へと三宮オーパーには、プロパティマネジメントによる運用である。 ほとんどの店舗は、イオンまたは、派生業態の、イオンスタイルを、各店舗としているが、イオンモール京都はダイエーが運営する、古表、イオン藤井寺ショッピングセンターはダイエーが運営する、イオンフードスタイル、広島段原ショッピングセンターは、マックスバリュー西日本が運営する、マックスバリュー、イオンモール新里府北間は、マックスバリュー南東北が運営する、ザビッグを、各店舗とする。また、 北海道、東北、九州、沖縄のイオンについては、イオン北海道、イオン東北、イオン九州、イオン琉球がそれぞれ運営する。各 SC の概要等については、カテゴリー、イオンモールの各 SC の詳細記事を参照。日本世界、ありがとうございます。